はい、ということでね、10月5日からの、まあ、勝負の6連戦、神宮、巨人、阪神戦の、まあ、予想先発ローテの方を、まあ、先ほど、まあ、まあ言っても今、配信でだいぶ配信で聞いてきた話を、まあ、だいぶ参考にしながら作ったので、まあ、今配信聞いてる人は、まあ、なんかちょっとまとめ程度に聞いていただければなというふうに思うんですけど、まあ、ヤクルト側は、火、水、木、すべて中後みたいですね。なんかこれはなんかスポーツ報知でなんかその情報が出てたみたいですけど、まあ、小川が中後ってのはなんか日曜日くらいから出てたとは思うんですが、再生移動原樹里も中後で全部詰めて、火、水、木は、この巨人戦はこの3人が先発するみたいですね。まあ、小川とかは特に、球数確かこれ50球ぐらいだから、まあ、なんか中後でなんとか調整してほしいなって感じはあるけど、まあ、サイスニーも原樹里も結構ちゃんと投げた上での中子だし、特に、まあ、今シーズン初の中子だから、まあ、まあ、全員そうなんだけど、まあ、小川も含めて全員そうなんだけど、まあ、ちょっとこの中子、先発の中子にして、まあ、どうなるかのかっていうのはちょっと一つ、まあ、だいぶ不安要素ではある。まあ、ただやっぱね、まあ、特にサイスニーとなんかは最近結構ちゃんと試合作ってくれてるし、まあ、原樹里もこれ、まあ、言っても、どっちかっていうと引っ張った結果打たれたっていう感じだから、まあ多分この6連戦中は早めに先発も切り上げてリリーフ勝負っていうところにするとも思うし、まだ原樹里は最低限、まあまず5回は投げてちゃんと失点とか少なく試合さえ作ってくれればそれでいいって感じなんで、特に中後だしね。まあ中後ってこと考えるととにかく試合を作ってくれっていうそんな感じですね、やっぱ。で、巨人戦の先発が高橋由紀、メルセデス、菅野なんですけど、まあこちらも全員中後なんで、まあこの神宮巨人戦のお互い全員先発が中後っていう、結構異例な気がするんだけど、まあ、こんな感じになってます。まあまあ、そもそも巨人はなんかずっと最近は中後中4連発してるから、まあそんなに珍しくはないんだけど、まあその、まあでも言っても高橋由紀、メルセデス、菅野全員強敵だし、まあそこそこ前回も中後中4が続いてるながら、まあ、ちゃんと試合も結構きっちり作ってきてるから、ちょっと心配。でもただ、まあ、特に菅野とかはなんかあんまり神宮だと、まあ、いい成績残せてないイメージが、まあ一回その CS ノーノーっていうのはあったけど、まあ総じてみたら神宮ってあんま相性良くないとも思うんで、まあ、なんとかちょっと打ち崩してほしいなってところですね。で、金土日は、まあ、奥川、高橋、KG、石川ですね。まず奥川は、まあ、まず間違いなく金ですね。その抹消せずに、ずっと一軍に帯同させてるんですけど、まあ、中6ってことはないので、まあ、ちょっと、いつぞややった中9日で、金曜日、大事な阪神戦の頭に持ってくるっていう感じですね。だ土曜日の高橋奎二も、まあ、こちらもね、まあ、そもそも、先週の土曜日に投げての中井無失点だったんですけど、この後すぐ抹消されたんで、まあ、多分この阪神戦に合わせて、一回ちょっと、まあ、リフレッシュも含めて、まあ、一周飛ばして、満を持して阪神戦に先発するっていう感じなのかなっていうふうには思ってるんですが、まあ、そもそもね、確か高橋奎二って、まあ、去年、一昨年くらいから阪神戦は結構相性がいいみたいなので、まあ、高橋奎二って今年阪神戦先発したかな、あんまりちょっと覚えてないんですけど、まあ、この阪神キラーぶりをまた見せてほしいって感じ。まあ、あと石川、あ、これ 5.1 回1失点ですね。ごめんなさい。1失点だね。5.1、これちょっとミスなんですけど、まあ、この奥川、高橋奎二、石川っていう、ここの、まあ、この後半戦一番安定してると言っても過言ではない、この3人を阪神にぶつけるという、まあ、これ以上ない先発の組み方だと思うんで、まあ、これを実現させるために、まあ、火、水、木、中子にしてると言っても過言ではないと思うので、まあ、火、水、木はなんとか、ちゃんと試合も、なんとか、少なくとも1試合ちゃんと拾って、まあ、でもできれば負けたくないんだけど、もちろん。で、金、土、日でも、とにかく、この今、その、使える最強のカードを阪神戦に切るっていう感じなので、ここはなんか、マジで本当に面白い試合になりそう。で、それに対して、阪神戦の先発が、秋山、高橋原と関係なんですけど、まあ、なんかそもそも、まあ、先週の金曜日、阪神戦の先発は伊藤将司だったんですけど、なんかここはなんかローテ組み替えるみたいで、伊藤は、なんか次の横浜戦に行くんだったかな、確か伊藤が。横浜戦って、いつこれ。ちょっとわかんないけど、伊藤はちょっと、ローテ、これ中子になるのかな、要するに。ちょっと阪神、でね、多分中子で木曜日に行くかわかんないですけど、まあ、伊藤はずれて、まあ、秋山が入ってくるみたいですね。まあ、秋山は今シーズンヤクルト戦初登板らしいですけど、まあ、そもそも去年も今年と結構確か、秋山はヤクルト苦手にしてるイメージなので、
まあ、ちょっとそこがかなり怖いところ。まあ、そして高橋遥人が、あれこれ 2戦連続完封だよね、今。2戦連続完封中で、まあ、そのもう1試合前も8回ぐらい投げてたから、マジで高橋、今、阪神の先発で一番調子いい先発といっても過言じゃないので、この高橋遥人がマジで怖い。まあ、一応、復帰初登板は高橋遥人を、まあ、打ったというか、負けつけさせたのはヤクルトなんですけど、まあ、あの試合は、まあ、どっちかっていうと高橋遥人を打ったというよりは、相手の守備がかなりガバガバだった。ガバガバで、なんとかなんか、先制して勝てたみたいな試合だったから、まあ、しかもそもそもあれから多分調子も上げてるだろうし、あの時の高橋遥人とは別人だと思った方がそうだから、やっぱここが一番怖いよな。で、あとガンケルも単純にヤクルト苦手だし、今シーズン。まあ、とにかく、まあ、相手は相手でね、すげえいいカードを切ってくるんで、もうこの金、この金土日は、本当に総力戦になりそうで、怖いっすね。はい。ちょっとなんか最後、微妙だったけど。っていう感じで、もうこんな予想となっております。まあ、ちょっと参考にしていただければなと思います。はい。ということでですね、まあ、最近、まあ、もうそろそろ大詰めということで、まあ、そのセ・リーグ上位3球団の、まあ、優勝ライン、ちょっと僕独自でちゃんと Excel で組んできたので、まあ、今後はちょっと、まあ、毎日やる必要あるかわからないけど、一応毎日ちょっと紹介させて、せっかくだから毎日紹介します。で、ヤクルト、まあ、こっからね、明後日か火曜日の試合から、まあ、ヤクルトが今後20試合残ってるんですけど、まあ、それを20ちょうど10の10ちょうど5割でいった時に勝率が5割7分5厘になるんですが、それを阪神が上回るには、今後11勝6敗でいかなきゃいけませんと。11勝6敗で5割7分8厘。まあ、ヤクルトとにかく最低5分いけば、阪神はここから貯金5を作んなきゃいけないと。で、さらに言うと、巨人は13勝2敗の、なんだか貯金、11、こっから、もう、こっから2回しか負けれない。まあ、つまり、まあ、とりあえず巨人戦は、まず最低限1勝。てか、その巨人、阪神に関しては、この6連戦、まあ、もちろん勝負だったし、なるべく、とにかく1個でも勝ちたいんだけど、まあ、最悪1個勝てれば、全然問題ないって、もう問題なくはないけど、とりあえず、もう最低1個、3立てだけは是が非でも避けたい。それ以外は、まあ、なんとかまだ、ワンチャン負け越しでも、まだ全然希望は繋がってるっていうか、一応ゲーム差だけで言うと、確か1ゲーム差かなっていう感じなんですけど、やっぱりその、ヤクルト引き分けがめちゃくちゃ多くて、まだ負けが40個台だから、まあ、その、勝率的に結構余裕あるんですよね。そう、なんか、これ見るとなんか、結構いけそうじゃねって思っちゃうんだけど、でも阪神なんだかんだマジで負けないし、まあ、ヤクルトもちょっと今リリーフがマジで心配で、まあ、その勝ちパを今2パターン組んでるみたいな、組んでなんとか今ギリギリうまくいってるみたいな感じだから、ちょっと心配ではあるんだけど、いや、マジでこれ見たら、ちょっと勇気出るよね、やっぱなんか。ちょっと、まあ別に僕らが、まあ、ファンが、焦っても何の意味もないんです。焦ったり安心したりしても何の意味もないんですけど、いや、これいけるでしょ。マジで。10、だって5分だって、こっからだって5分ってワンチャンは、普通に分かんないじゃん、だって全然。こっから貯金作れる可能性だって十分この今の勢い考えたらあるし、とにかく、てか阪神に勝ち越しでもできたらもう、ほぼ優勝ぐらいじゃない？分からんけど。っていうぐらいだから、ちょっとめちゃくちゃ期待してます。まあ、この優勝ラインに関しては、つどつど更新してちょっと報告というか、紹介させていただくつもりなので、ぜひ